アニヤ大好き、動物大好き。新人隊員の流星です。ベテラン隊員のしおりです。隊長のゆきお姉さんです。私たちは埼玉県にある東武動物公園にやってきています。ここ東武動物公園はすごく広くていっぱい動物がいるんだ。陸で暮らす動物や鳥、海で暮らす動物もいるんだよ。さらに動物の他にもジェットコースターなどたくさんのアトラクションもあるハイブリッドレジャーランドなんだ。ハイブリッド？レジャーランド、すごい。ここ東武動物公園を見学しながらクイズやお題をどんどん出していくよ。クリアしたらアニヤをプレゼント。うわー、いろんな動物を。うわー、たくさん。それでは動物たちに会いに行こう。レッツゴー。初見東ゲートから入ると、まずはアトラクションがいっぱいあるんだ。面白そう。ここを抜けると動物たちがいるとこに行けるんだね。その通り。よし、競争だ。ウキシたちはもう待って。うわぁ、お姉さん遅い。はぁ、いや、リュウセイ君もしおりちゃんも早いね。はぁ、ここはキャットワールドだね。キャットワールド？そう、猫科の動物たち、つまり猫の仲間がいっぱいいるところだよ。へえ。あ、白い。え？あ、白い。白い。え？待って、待って待って。トラだよね。白い。この白いトラはホワイトタイガーって言って、れっきとしたトラなんだよ。へえ。普通のトラは黄色の毛に黒い縞模様がついてるけど、黄色いところが白っぽい、とても珍しいトラなんだ。ここはキャットワールドだから、トラも猫の仲間なんだ。その通り。それではここでアニヤ動物クイズ。来たー、待ってました。問題。ホワイトタイガーは普通のトラと違うところが3つあります。1つ目は体が白い、2つ目は目が青い、3つ目は、2人はこっち向いて、3つ目は肉球の色なんですが、ホワイトタイガーの肉球の色って何色でしょうか。1、茶色。2、白。3、ピンク。さあ、何色かな。うわ、肉球って足の裏についてるポコッとしたやつでしょ。肉球見てなかった。じゃあ2の足の裏も白。うん、かわいいから3のピンクで。なるほど、正解者がいます。正解は3のピンク。しおりちゃん正解。やった。残念。ほらほら、肉球は綺麗なピンク色だね。わあ、ホワイトタイガーの虎のご飯の時間だ。どうぞ。おお、どうぞ。わあ、すごい。はい、どうぞ。おお、上手。わあ。まだあるでしょって顔してる。正解したしおりちゃんにはトラのワイルドバージョンのアニヤをプレゼント。やったー。うわー、かっこいい。首が動くよ。ガオーガオーさてさて、次のキャットワールドの動物は、こっちも猫の仲間なんだ。この大きい猫の仲間はライオン。とっても強い肉食のライオン。オスはたてがみがあるんだ。
メスにはないけど、どっちも強そうだね。それでは、動物クイズいくよ。はい、はい、ここでは、スペシャル動物問題。これから2問続けて問題を出すよ。もし2問とも正解したら、アニアプレゼント2問分総取り。もし1問ずつ正解だったら、分けてプレゼントするよ。これは当てないと負けないわよ。スペシャル動物問題1問目。猫科の動物の中で唯一群れを作ると言われている動物はどの動物？1. トラ、2. ライオン、3. チーター。さあどれかな。わかんないけど2のライオンで。どっかの動物園でチーターがたくさんいるのを見たことがあるから、3のチーターで。さて正解は2のライオン。やった。ライオンはメスが協力して狩りをするんだよ。オスは普段みんなを守るのが仕事。どっちも大変だね。スペシャル動物問題だから、プレゼントはもう一問終わった後だよ。そして次の問題はそこにいる動物から。これはミーアキャット。ライオンと同じアフリカに住んでいるんだよ。立っているように見えるのは周りを監視するためなんだ。へー、立ってる姿かわいい。さてそれではもう一問のスペシャル動物問題いくよ。はい、はい、ミーアキャットが立つのはもう一つ理由があります。その時ある方向を向くんですが、何の方向を向くんでしょうか。1. 太陽、 2. 池、 3. 家族や仲間たち。さてどれでしょう。さてどれでしょうか。流星くん答えて答えて。いやーわかんないけど1の太陽で。もう一つの理由って何だろう。監視じゃなくてみんなで揃ってるのを見るのかな。ということで3の家族や仲間たちで。おお、正解者がいます。正解は1の太陽。やった。ミーアキャットは地下に穴を掘って暮らしているんだけど、体が冷えちゃうのか外に出ると日光浴をするために太陽の方向を向いて立つんだよ。へー。ではではスペシャル動物問題、なんと2問とも正解した流星くんにスペシャルラニアをプレゼントするよ。じゃじゃーん。ライオンのオス、ライオンのメス、ライオンの子供、そしてミーアキャットの4体がセットになったスペシャルセットをプレゼント。やった、すごい豪華だ。いいないいな、触っていい？いいよ。ミーアキャットかわいい。ライオンかっこいい。ライオンの子供のフィギュアは2021年の秋にこのバージョンも新登場するよ。みんな楽しみにしててね。キャットワールドには他にも猫の仲間がいるんだけど、こちらはチーター。おお、かっこいい。顔小さ。チーターはなんと時速およそ110キロで走ることができると言われている地上最速の動物。ここはふれあい動物の森。すっごく近くでいろんな動物に出会えるんだよ。すごい楽しみ。でね、こっちに行くとなんだろう。私たちが檻の中に入るの？いいからいいからついてきて。はい、いいよ、入って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 いくよ。で
はい、入って。うわー、カンガルー。うわー、近い。いっぱいいるでしょ。ほんとだ。これは赤カンガルー。お腹に袋があって、赤ちゃんカンガルーは生まれてからしばらくはその袋の中で過ごすんだ。うわー、かわいい。うわー、すごく近い。うん、ほんとすごいね。さて、お次はゾウだ。ゾウ。待って待って。このゾウはアフリカに住む地上で一番大きな動物、アフリカゾウだよ。南アジアに住むアジアゾウに比べて体も耳も大きいのが特徴なんだ。大きいな。目がつぶら。そしてここ東武動物公園ではゾウにご飯をあげられるんだよ。あげたい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 。じゃあゾウさんのランチタイム行ってみよう。あー、イエーイ。てこせくん、ここでどうぞ。あー、わー、食べた。食べた。どうぞ。よいしょ。ありがとうございました。またね。またね。さあ、次に行くのはアフリカサバンナエリア。ここは動物たちがとっても広いところにいるんだよ。ほー、楽しみ。それじゃあ、レッツゴー。行こう行こう。おー、広いでしょ。ここにはアフリカの草原にいる動物たちがのびのびと暮らしているんだよ。ここアフリカサバンナから動物クイズ行くよ。よっしゃ。じゃあ二人ともこっち向いて。問題。キリンはとっても背が高い動物ですが、前足と後ろ足どちらが長いでしょうか。二択問題です。1、前足が長い。2、後ろ足が長い。さあ、どっちかな。うわー、長い首ばっかり見てた。僕は手より足の方が長いから2の後ろ足。2択だから私は1の前足で。よし、勝った。何、しおりちゃん。なんでもない。では正解を発表します。正解は1の前足でした。キリンは何度も見てるから知ってるもん。さすが先輩。ほらほら、見て見て、前足の方が長いでしょ。ほんとだ。正解したしおりちゃんにはアニメキリンの子供のアニヤをプレゼント。わー、キリンの子供かわいい。ちなみにキリンの子供はこのバージョンも発売するから楽しみにしててね。いいな、いいな。お次はクイズは一休みして、ものすごくお口が大きな動物を見ようかな。カバだ。カバでしょ。カバだ、カバ。そこにいます。カバは昼間水の中にいることが多いんだよ。人や他の動物みたいに汗をかいて体温を調節することができないからなんだ。こんなに大きいのに草が大好物なんだよ。草だけ食べてあんな立派なお体に。わあ、口開けた。でっかいね。次はクイズ行くよ。ほっ、そこにいるよ。行こう行こう。
これはレッサーパンダ。レッサーパンダのレッサーっていうのはより小さいっていう意味なんだよ。そっか、白と黒のジャイアントパンダもいるから。その通り。へえ。ではでは動物クイズいくよ。よっしゃ。二択問題です。レッサーパンダとジャイアントパンダ、どちらが先に発見されたでしょうか。1レッサーパンダ、2ジャイアントパンダ。さあどっちかな。全然わかんないや。2のジャイアントパンダで。私もわからないけど、1のレッサーパンダで。さて正解は1のレッサーパンダ。やった。レッサーパンダはジャイアントパンダよりも先に発見されたと言われているの。最初はただパンダって名前になったんだけど、後から白と黒のパンダが見つかって、そっちはジャイアントパンダ、こっちはレッサーパンダっていう名前に変わったんだよ。へー。正解したしおりちゃんにはレッサーパンダとジャイアントパンダの親子のアニヤをプレゼント。なんと5体の豪華セットだよ。すごい、レッサーパンダかわいい。首が動く、尻尾も動くよ。パンダの親子は仲良しだね。かわいいね。さーて動物クイズは残すところあと1問。あと1問か。頑張ってプレゼントゲットするわよ。負けるか。あ、お、あ、待って。あ、ペンギンだね。このペンギンはフンボルトペンギンって言うんだよ。ペンギンの仲間は雪とか氷がある寒いところに住んでいるんだけど、このフンボルトペンギンは南アメリカの少し暖かいところに住んでいるんだ。楽しい寄り道をしたけど、最後の問題だよ。ついに頑張る。その動物とは、はい、ヒグマです。おお。ここ東武動物公園にいるヒグマはエゾヒグマっていう種類なの。北海道に住んでいるんだよ。川の魚とか草とか木の実とか虫とか何でも食べて暮らしているんだ。人間みたい。本当だね。では動物クイズいくよ。はい。最後の問題は丸×クイズ。おー。問題。日本に住んでいる陸上動物で一番大きいのはヒグマである。さあ丸か×かで答えてね。ビバ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 。はいはいはい。ゆうせいくん落ち着いて。早押しクイズじゃないから。あ、そっか。じゃあ答えは丸の1番で。なるほど。しおりちゃんは日本ででしょ。うん、うーん、私は×の1番じゃない。なるほど。それでは正解は丸の一番大きい動物でした。やったー。ヒグマは立ち上がるとオスの大人で2メートルを超える大きさもいるんだよ。体重は300キロ以上。人間の大人 4,5 人分の重さなんだ。確かに大きい。山の中でヒグマに会ったら怖いね。うん。だからこんな看板があったら注意してね。はい。正解した流星くんにはヒグマのアニヤをプレゼント。やったやった。すごい、魚もついてる。それは川魚の鮭だね。首が動いて魚をガブガオーガオこのヒグマはあやめちゃんっていう名前なんだ。今からおやつタイムだよ。大きい。大きい大きい大きい。こんにちは。こんにちは。おー、おー、でかい。
しおりちゃんからどうぞ。あ、食べたすごい、え、大きい、おいしい、ということで、アニヤ探検隊東武動物公園はここまで。動物クイズでどんなアニヤをゲットできたかな。僕はこれ。私はこれ。ねお姉さん、なに？今回のアニヤはなんか子供の動物が増えた気がするんだけど。その通り、よく気がついたね。アニヤの新作が今年2021年秋に出る予定だよ。なんと子供のフィギュアがこんなに。うわー、いっぱい。親のフィギュアの新作も。オオカンガルーにナマケモノ。そして親子で揃えるとこんな感じに。すごいすごい、アニヤ楽しい。みんなも動物園に行ったりアニヤを集めたりして動物をもっともっと好きになってね。それではまたね。